過去最大のコカインを押収、愛知県豊橋市。NHK によりますと、先月、愛知県の豊橋市の港に入港した貨物船から、およそ170キロのコカインが見つかったことが明らかになりました。国内で一度に押収されたコカインの量として過去最大となっており、 密売価格はおよそ34億円に上ると見られております。こちら、今年は大量のこういった覚醒剤などの薬物が日本に密輸されており、現時点で常に去年1年間の押収量を超えてしまっております。こちら、このように、 摘発されているコカインなど薬物の密輸はごく一部にとどまっている可能性がございますので日本政府には徹底した取り締まりを行っていただきこういった薬物がこれ以上日本国内に流入しないように対策を取っていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました